シダシダクルスタリナは大型のミジンコの一種である。なお本校には現在別種に格上げされるシダアメリカーナ、コルフチンスキー1979と思われる記述も含まれる。メスは4.0ミ、mm、リメートル、オスは2.0ミ、mm、リメートルに達する。他のシダ科の種と同じように本種は6本の胸部付属子を覆う2弁で楕円形の廃校を持ち、 大きく可動式の第一触角と頭立てを描く、ヘルメットのような大きな頭部を持つ。他のミジンコと同様に、第一触角は、化学創生に機能する9つの感覚乳頭を持つ。第二触角は、遊泳に用いられ、背側の枝に沿って並ぶ14本以上の剛毛を持ち、太くて長い。オスは、メスよりも大きいはっきりした第一触角を持つ。本種は、 シダ族の他の種と違い、配属の触覚は3つに区切られる。また別の特徴的な形質として、後頭部に水草などの気質に接着するためのゼラチン質の粘液を分泌する吸着器を持つ。西はヨーロッパから東は極東までの旧北区に広く見られる。本州は湖、貯水地また川の沿岸域で植物に関連して見られる。五大湖では、 パッチ状に分布する個体数の少ない甲殻類であり、パッチは低密度から370-5000個体毎立方メートル程度の密度に及ぶ。日周運動は他のミジンコ類のように顕著ではなく、沿岸に生える植生付近に止まるため、ほぼ動かない。生態では植物の間を泳いでいるのに対し、若い個体は表層付近にいる。本種は固着性で、 ろ過接触を行う。しかし、他の植物に関連して存在する種とは異なり、主に植物プランクトンを接触する。本種は他のミジンコよりも比較的高い代謝速度を持つ。ダウニングとピーターズの研究では、餌の密度が増えるとろ過速度は減少し、餌が豊富だと呼吸の増加が起こる。これは主に胸部付属詞のろ過器のグルーミングが、 増加するため代謝の増加が必要であるためと考えられる。その代謝要求の増加に見合わないため、これにより飢餓が起こる。本種は普通夜間に接触するが、日中に接触することもある。本種は環境に応じて、有性生殖でも無性生殖でも繁殖できる。メインは単ため生殖であるが、密集、高周期、餌条件など、 特定の刺激の存在により優勢生殖に切り替わる。一般的に繁殖周期は環境信号に応じて3月から4月の間に始まる。グリーンによれば産卵は春や秋では高く、夏の間は低い。そして10月には多くのメスは休眠卵を産むようになり、翌年の春まで発生しない。この変化は11月及び12月の集団構造に影響を及ぼし、 秋の集団にほとんど新しい個体がいないことから、メスは大きく成長する。かつては、元アシュ、シダ・クルスタリナ・クルスタリナ及びアシュシダ・クルスタリナ、アメリカーナ・コルフチンスキー、1979、アシュシダ・クルスタリナ・オータバ・コルフチンスキー、1979が含められていたが、現在はそれぞれ種に格上げされ、本種及びシダ・アメリカーナ・コルフチンスキー、1979、 シダ・オータバ・コルフチンスキー、1979が認められる。日本産のシダは、シダ・クルスタリナであるとされてきたが、実際は、アジアシダ・ミジンコシダ・オータバであるとされる。海分類として、アッシュシダ・クルスタリナ・イーロン・ゲーティ・ジー・オーサーズ、1865、およびシダ・クルスタリナ・ルムネティカ・ベルコルト、1899を置くことがある。前者は、 地上の水草の間で生活し、頭部及び背中の全部に固着器を持つ者、後者は湖の沖に生活し、固着器を欠く者である。ありがとうございます。